藤波、いくらなんでも諦めが悪すぎる。俺はまだ先発がしたい。藤波慎太郎、どの役目で投げるか聞いていない。ブルペンだけどまた先発やりたい。トレードにはビビった。まだ先発諦めてねえのか。すげえわかりやすい数字出ちゃってるのに。諦め悪くて草。どう考えてもリリーフ起用でしょ。トレードは A 点であると同時に5がなくなったことを意味してるのにのんきなやつやな。それが藤らしいところなんやけど。次のとこはダメでも1軍で伝え続けてくれるところちゃんやろ。ほんまこいつの現状認識は出ろお前やな。このメンタルやから阪神でもリリーフ転向拒否できたんや。コントロールは良くないんやから長く投げれば投げるほどボロが出るやろ。絶対リリーフがええと思う。リリーフでも回またぎした瞬間クソ化するからな。藤波に一番迎えてるのってクローザーやろ。50セーブ目指せ。あのメンタルだからクローザーはありやと思うがちで、先発いけたら上原の嫉妬が爆発してしまう。くさ、抑えで50セーブしても爆発しそうやけどな。大阪の後輩があんな活躍するなんて、悔しい。くさ、なんでそんな先発やりたいん。そりゃ負だからだろ。あいつが先発やりたい理由って登板日以外は休みでリリーフと比べて楽だと思ってるからだとしか考えられないんよな。基本的に楽したいとしか思ってなさそうだからな。金になるからだろ。先発投手の方が活躍した時に金が稼げる。前編とかモドジャスでリリーフさせられてできたくもらえないとかもあったもんね。まあ先発投手が野球選手の花形ですからね。藤波がこだわるのも理解できる。先発の方が肩も目でしないやろからな。どこまでも頑固な藤も可愛い。リリーフで結果出てるのは100マイルの速球でストライクゾーンで勝負できてるからで、先発に戻ったら95マイル程度のメジャーではありきたりな棒球になるからまた打ち込まれるよ。そうなんだよな。先発になると平均球速落ちるからな。大谷もそうだけど100マイル連発なんて数イニングしかできない。100マイルを先発で安定して投げ続けられるのなんて世界でもデグロムとローマレぐらいしかいないんやぞ。それを藤波にやれってのは無理があるよな。メジャーならリリーフでもトップクラスなら10億以上もらえるし、せっかくリリーフで結果出始めてるんだからこのままリリーフでメジャーでやっていくのがいいと思うけどな。先発のこだわりもいいけど、 Y は活躍する慎太郎が見たいんや。中継ぎで頑張ってくれ。